まずは1月23日後楽園ホール大会におきまして行われます世界ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者ライジング隼人対王者杉、こちらの一戦の会見を始めさせていただきます。それでは両選手に意気込みを伺ってまいりたいと思います。まずは挑戦者ライジング隼人選手、意気込みの方をよろしくお願いいたします。はい、そうですね、今年から全日本プロレスと愛媛プロレスの2団体所属になって、自分の中で世界ジュニアのベルトの見え方という感じ方がだいぶ変わってきているところがありまして、まあ、今までは他団体として、まあ、爪痕を残してやると、まあ、一レスラーとして、まあ、勲章をベルトを巻きたいという気持ちが一番強かったんですけども、まあ、入団を発表させていただいて、まあ、裏から杉選手とスペルクレイジー選手の試合を見ている中で、まあ、自分でも驚いたんですけど、真っ先に思ったのは、あのベルトを全日本プロレスに戻したいなという気持ちだったんです。自分の中でやっぱり入団前から、まあ、感じていた、まあ、全日本プロレスジュニアを盛り上げたいなという気持ちがあったんですけども、まあ、他団体としてやって、で今回入団して全日本プロレスの一員として世界ジュニアに挑戦するので、まあ、世界ジュニアを全日本プロレスに取り戻して、さらに全日本プロレスジュニアをもっと盛り上げていきたいと思います。まず杉選手を倒します。これ巻くのが2度目だったんですけど、まあ、いや、2回巻いてみて、やっぱりこのベルトは私の腰にあるべきものだなということを感じているので、まあ、必ず守りたいと思います。個人としてもやっぱり全日本プロレスに入団したからには何の功績も残せなかったら、やっぱりこの、まあ、入団させていただいた全日本プロレスにも、それを迎え入れてくれたファンの皆さんにも面目立たないんで、まず、まあ、一番大きな結果として世界ジュニアのベルトを巻きたい、その思いは強いです。まあ、身体能力や、まあ、キャリアなどの経験っていうのはやっぱり、まあ、自分とは、まあ、比べ物にならないほどの、まあ、差が、まあ、正直なところあると思いますので、まあ、でもかといって、まあ、負けるかと言われたらそうでもなくて、まあ、自分の中である、まあ、今回このかける思いであったり、まあ、若さゆえと言ったらおかしいですけども、前に出る姿勢で、まあ、正攻法で杉選手を倒せれたと思います。印象ってないか。いや、印象がないんですよね。全然見たことあると思うんですけど、特に印象にないです。杉さんの中でこう挑戦者としてちょっと何ですか、こう不満までいかないですけど、ちょっとなんか引っかかる。いや、特にその不満はないですけど、何してくるのかな、それに対して、まあ試合があんまり想像つかないんで、一応このイメージはしてますけど、どういう、ちょっと今日明日ぐらいでちょっと見てみます。まあ、今話が長いだったり、まあ、挑戦表明した時、まあ、タイミングが自分が早かったと思いますけど、まあ、時期尚早だとまだ早いんじゃないか、まあ、お年玉で受けさせてあげるけど、
まあ、そういう、まあ、チャンピオンの思いは、まあ、試合が終わった後にはっきりすると思うんで、本当に早かったのかどうか、まあ、試合の結果を見てもらえたらと思います。